学1年生数学。おはようございます。こんにちは。こんばんは。なるみ塾です。今日の中学校1年生数学平面図形の7ということで、大型の面積応用問題ということなんですけれども、応用問題っていうか、小学校の時もやった記憶ある子はいると思うんだけど、工夫ですね。動かしてみたりとか、足したり引いたりとか、そういう技を使ってへんてこな図形の面積を出してみましょう。で、その中にね、ちょっと扇形の話も入ってくるよっていう問題です。で、書いてますけど、周と面積それぞれ求めなさいという問題になってます。括弧1番、早速やっていきましょう。変な形だねと言っても、はい、工夫で出すことができます。まず周からやっていきましょう。ね、これパッと思いつく子、本当お利口だなと思います。この工夫が、なんか周ってこれだよ、こうだからな、こういってこうだからな、こうだけじゃないぞ。で、これは2つのパーツに分けます。はい、ここ出してください。これはね、これが中心、中心、中心で、このちっちゃい部分、ここ中心ね。で、この大きい部分はここは中心っていう意味なんだけど、この赤の部分っていうのは半径2センチの円の半分になるよね。円周の半分だね。半径2センチの円の円周の半分なので、半径2センチの円の円周は直径 ×π なので、円周は 4π で、それの半分なので、こうなる。まず、2π ってなりました。次が問題で、曲がってるよね。次、こうなってます。これって動かしたらこうなりますよね。こいつをこっちにペコって動かすと、こうくるって一周、円一周にならないですか。これでパッと思いついた子、オレコーさんです。こんな風にずらしたりして工夫するんだよって話なんだけど、この問題ではここの部分の長さをこっちにひっくり返すと、ここの一周と同じ意味になるじゃないですか。これをこっちに動かしてね、こう一周で考えてもいいけど、円の一周だ。さあ、この時円の一周なんだけど、ちっちゃい円の一周だね。ちっちゃい円はって言ったら半径1センチの円です。なので、直径2の円の円周なので 2π。 はい、答えはって言ったら周出ました。赤と青を足して、この一周をきちんとこう足してね、いい？ついつい、イメージで上だけとか下だけとか出しちゃう子はいるけど、ご注意ください。いい？一周だよ。はい、じゃあ次面積出します。面積も一緒だね。面積ここをポコッと外してバンってはめたら半円だね。はい、また工夫です。ここの部分、この下の部分を外してはめる。そうすると半分の円になります。半径2センチの円のちょうど半分になるのかな。じゃあ面積は、半径2センチの円は面積が 2×2×π なので、円の面積 4π の半分なので、はい、簡単だと思います。話聞いてると工夫ですよ。動かしてみたりと、そういうことをして分かりやすい形に持ち込む工夫の勉強をしてるんであって、これができたから他の問題ができるってわけじゃないですよ。どの問題見てもこれどう動かしたら解けるのかなって考えるのが大切です。こっちもやっていきます。こっち、周と面積。周は簡単そうだな。周はこうあってこうとこうなってるけど、この部分の長さとこの部分の長さなんだけど、これって合体するとこうできるよね。このままね、これを出して2倍って考えてもいいけど、個人的には工夫ってさっきから言ってるよね。こっち側と、あとこっち側の長さもこれ足すこれなんだけど、こっち側はこうずらしてこうするとね、半分で半分なんだけど、何っていう、円がこうあるイメージね、こんな円があるイメージで、半径は4センチの円かな。じゃあこの赤の長さ、半径4センチの円の円周の半分だ。ということは、半径4センチの円の円周ということは直径が8なので、
8π×1/2。はい、簡単だね。はい、これも工夫でうまいこと円との絡みに持ち込めたかな。こっちも一緒だね。なんか円周とか円の半分とかに持ち込めたし。はい、工夫で解きました。はい、また工夫ですよ。ずっと工夫です今日は。はい、実に面積です。この面積出し方いろいろありますね。足したり引いたりいろいろやり方がいくつもあるんですけれども、まあ見た目でパッと分かりやすくてやっていきます。この面積出すときに。まずここに注目してみましょう。半径4センチ、中心角90度の扇形。まあ中心角90度の扇形とか言うって感じだよね。これって多分これが分かるんじゃないかな。多分こうすると思うんだよね。扇形の公式使わずに、まあ割合の話だけど、90度ってさ、ほら円の4分の1なの知ってるよね。だから円の4分の1だな。円はって言ったら半径4センチの円なので、半径4センチの円って一周は 16π、 4×4×π 16π の4分の1の面積なので90度ね、うん、360分の90とか、まあ、しない方がいいかな、ここはね。で、パッと4分の1って分かってほしい。はい、 4π です。で、今求めたいのはこの斜め線の部分だけど、これをこうやったらいいんじゃないですか。このブルーの面積を出すことによっていきなりは出ません、この葉っぱ型のね。でもここが出そうじゃないですか。ここが気がついた、引き算すれば出るよね。この部分半分だけだと青の三角形求めてみましょう。まあ暗算でいけるんじゃない。青三角形だからな、直角三角形だからな。 4×4×1/2。ブルーの面積はって言ったら 4×4×1/2、 8平方センチ。ということはこの編みかけをしたこの部分っていうのは、いい？こいつからこいつを引けばいいので 4π-8 になりました。いいかな、この編みかけの部分ね。これが 4π、 これが8で引き算すればここは出てくる。式になるけど計算しちゃダメだよ。 4π-8 計算できないからね、文字が入ってるのと入ってないので。 4π-8 になりました。そしてそれをこっち側もあるから2倍すればいい。はい、面積はって言ったら 4π-8×2 なので 16π、 間違った、 8π-16。 はい、こんな感じです。単位にちゃんとカッコつけないといけないからね、これ注意してくださいね。回答の時は単位にカッコを必ずつけるということで、はい、この問題は工夫をするよという問題です。で、いろんな問題があります。もっと複雑な図なんかたくさんあります。どの問題見てもここの長さ動かせないかな、この形どっかにはめたら綺麗な形にならないかな、そういうのを一生懸命考えて解く問題なので、まあ、工夫するよっていうのが大切な考え方、それを伝えたくてまあやってます。まあこいつはちょっと有名だから、もしかしたらテストとか学校とかで目にかかるかもしれないね。じゃあ次です。ちょっと工夫と言っても複雑な工夫の問題をやっていこうと思います。例題2です。はい、じゃあ例題2いきます。右の図は半径 1cm の円柱6個を紐でくくったものを真上から見たものである。半径 1cm、 このくらいか。はい、どれくらいの円柱なのかなと思ってしまいましたけれども、まあ紐でくくりました。で、6個くくりました。で、紐の周りの長さはいくらですか。はい、まあ、工夫ですよ、また。で、工夫の中にちょっと気をつけなければいけないところがやっぱあるかなと思います。これ、作図の時の決まりが入ってきてる気がしますね。で、今はこんな風に今準備してるんですけど、紐の長さを出せって言われてるんだけど、実はこの紐って1本キュッて全部出すことできません。なんかちぎってちぎってちぎってやる感じになります。で、
これの考え方で大切なのは、はい、中心があります。これ接線になるよね、この紐って。はい、いくよ。このまま真上にでん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 ってやった時に、こう90度です、こう90度ですっていう状況が作れます。で、同じように下にもてん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 90度です、てん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 90度ですって話なんだけど、この時さ、はい、まずここだ、ここだけ見ましょう。2だよね、2だよね。はい、まず、そのままストって落とすと、これがね、半径1センチで、要するに直径部になるのかな、2センチが分かりました。同じように書いていきます。ここ、この接線、今度この接線に対して、こっからこういう風に、はい、90度、ここからこの接線に向かって、中心から、ここは接点かな、線引くと90度斜めになるからね。はい、ここもやっぱりここのね、この長さが来るから、ここも2センチです。これやっていくとさ、こんな風になるよね。全部書いていい、この2のとこ全部書いていい。はい、2のとこ全部書きました。そのままストって落とすと、なんか長方形みたいな形がたくさんある感じかな、イメージ的に。こう線ないけど、こう黒の点線とかで結ぶとすごく分かりやすいんだけど、長方形のブロックがこういっぱいあるイメージかな。ただこれだけ見ると全部で 2×6 で12センチあるんだけど、それ以外の部分があるよね。なんかこう短くて、こうこの赤では表現できなかった曲がってる部分があるよね。ここが問題です。ここを合計して答えにしなければいけないんですけど、とりあえず12センチ分はある。じゃああとここからです。大切なのは一体何か、まあ、追い型勉強してるからっていう話なんですけど、まあ、追い型になるのかな。追い型ではね、多分こことか、はい、角度出していきますよ。いいですか。この時に、じゃあまずここのパーツ見ていこうか。ここ今長方形なんで、ここ90度なんですね。長方形なんで、でこっち側も長方形なんで、ここ90度なんです。90度、90度。そしてここ見てください。ここってこの三角形の角度になりますけど、この三角形正三角形だよね。2、2、2、正三角形です。ということは、ここの角度は60度。ごめんね、こまごましてごめん。60度、90度、90度。じゃあここ何度ですか、角度出せるよね。何度でしょう。120度です。あ、じゃあ120度だから、この長さ出せる、半径1、中心角120度のこの長さを出せば長さが出せるじゃんって思ったら、まだそれ焦りすぎです。他のところがあるじゃないですか。まだ探していきましょうよ。120度でしょ。ここもあるんですよ。ここ。まあ、あとここやっつけたら終わりかな。これとこれとこれとこれ多分全部一緒だよ。だよ。これ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 。で、こっち側も120度こう分かってるから。いい？こっち行くよ。このちっちゃいパーツ。これはって言ったら、はい、またちっちゃいところ。はい、行くよ。ここ。ここ90度です。長方形だから90度です。長方形だから90度です。で、正方形だから90度です。ごめんね、90、90、90、この赤の部分だけが抜けてます。90、90、90。で、ここが正三角形だから60度です。うん、90、90、60、90、何度ですね。何度かって言ったら、360から90、3つ引いて60度引けばいいから、はい、出ました、30度です。あ、分かった。じゃあここは30度っていうことは、この30度で半径1の円で、中心角30度でこの長さ出せばいいんだ。で、ちょっと待って、まだまだ。はい、こんな感じで、今問題になってるパーツっていうのはここです。はい、このブルーで囲んだパーツが問題になっているパーツですね。長方形の形からは長さが出せないよって話なんだけど、今その角度を出す話をずっとやってきました。で、4つ同じものがきっとあるよね。これ上下左右対称っぽい、同じ同じ、そしてこれが同じなので、今知りたいのはこのブルーのこの弧の長さが知りたいんですが、120度だから、30度だから、
この長さが出せるよね、大井型の公式知ってるもんじゃないですよ。工夫ですって。これ合体できないですか、全部ガシャーンって。そうすると円になるじゃないですか。120度でしょ。この30度のパーツをここにペコってつけて、30度のパーツをペコってつけたら、ここ全部で108度になるから半円ですよ。これとこれとこれで半円が出来上がるんですよ。で、こっち側で半円が出来上がるんですよ。じゃあ半円と半円合体したら円だ。やった、工夫だよこれが。1個ずつ扇形の公式使って長さ出してもいいけど、やっぱりね、ここはね、焦ってそれをするよりも一旦引いてみて、そして工夫できないかなって考えるのは良かったと思います。じゃあ答え言っていいですか。答えはって言ったら、2が6個足す、このブルーのこの長さの合計だけど、それは半径1センチの円の1周分になるよね。こいつらを全部合体させれば半径1の円の完成です。ということで、この1周分なので、2π かな、直径かけ π だね、 2π だね。はい、というわけで答えは単位に括弧絶対いるからね。はい、というわけでこんな感じで求めることができました。はい、工夫でしたね。工夫っていうのは、その一部の場所をどっかに貼り付けてみたり、移動させてみたりすることによって、円とかね、半円とか分かりやすい形に持ち込むことによって計算を楽にするという工夫です。いろんな変な問題がありますが、どの問題を見ても、んこれどう工夫すれば綺麗に計算しやすくなるかなっていうのを意識して解いていくような、そんな問題シリーズでした。まあね、いろんな問題経験すると思いますけど、たくさん工夫してくださいね。そうすると数学の図形を使う頭がどんどん良くなると思いますよ。ということで、今日の授業はこれでおしまいです。ありがとうございました。